逗子メディアアートフェスティバルに今回はお招きいただきありがとうございます。光栄に思います。僕は書道家として書を日々アナログで書いてるんですけども、まあ初めて今回新たなチャレンジをしまして、僕の感謝という思いを込めて書いた書に、映像のアートとして映像が加わっていく、音と映像が加わっていくという作品を、その場で仕上げていくという目の芝でやったんですけども、まあ、その時に僕自身も感動して、見る側もそうなんですよ、想像以上の反応がありまして、まあ、書道にとっても新しいチャレンジだし、多分映像の世界にとっても書道とこういうふうにコラボレーションするかとも新しいことで、人間のその表現力とか、まあ、伝わる力だとかそういったものがすごくそこに力がみなぎっている気がします。それで、まあ、僕自身が感謝に込める思いというのがあって、まあ、一日だけでもいいから感謝し合う、世界中がお互い感謝を言い合う、ありがとうって言い合う日を作れば世界は変わるんじゃないかと思います。嘘でもいいから世界中がありがとうって言えば戦争問題も減るだろうし、領土問題ももしかしたら解決するかもしれないし、そういったいろんな問題が氷が溶けるように溶けていくんじゃないかと思って、まあ、6月9日を、まあ、インという独特の日という、まあ、全ての人間が感謝し合える日を作って、世界中に広めようと思って第1回を西までやったんですけども、まあ、それがその地元の映像クリエイターに集まって僕の仕事と仕事のコラボレーションを繰り広げるおかげで僕も自信につながったし、まあ、書道というのも映像というのを通してまた感謝が世界中に広まると自信がつき、映像の可能性というのはまだまだあると思うので、みんなで殴り合ってみんなで世界を平和に向けて